やー参った参ったこれ。おっさんさん買ってきたよエンジン。ほら見てよこの5バルブのエンジン。これマジで、いや86に積むエンジンじゃないのこれ。川崎解体から買ってきたんだもん。川崎自動車紹介で買ってきたのこれ。そうだよ。いくらしたこれ。2000バーツ2000バーツなかなかいい値段だね。まあじゃあとりあえずこのエンジンの、ヘッドとブロック、まあこれだけを使って、エンジン作ってみましょう。それしか使えない。頭いらない。ゴミダメ、うん、日本一の86を作ろうとアキラが親父に頼って早半年。ボディ補強も終わり、いよいよ肝心要のエンジンチューン。アップグレード5バルブ 4AG はどう作る。キラピーアキラのワークボックスエンジン編。給排気が抜群の5バルブヘッドが欲しければ解体作業だよ。アキラ何オイルフィルターの外し方知ってる。オイルレンチがあるぜ。バカやろお前、そんなもん使えるかよ、うん、ああそれ使うんだよ。何やってんのよ。何がよ。こういうフィルター、これフィルターレンチっつうのはこれ新しい。アップルでしょ。ちょっとまあ素人はですねよくこういう風にやって、あの部品使えなくしちゃうんですね。いい線形。おっさん、車のネジってのは大体緩まないネジが多すぎるよね。力よりこのドライバー使えばいい。あ、これインパクトドライバーね。インパクトドライバー、これはもう簡単ですからね。ただ普通に入れてきつく押さえて3発ぐらいいけばもうこれで緩む。こんな車に使っちゃっていいのエンジン。これ大丈夫。ここはもう使わないと絶対緩まないから、まあ、手でやってもこれぐらいの力で回りますから、まあハンマーで当然叩いてあげればそれだけのトルクが伝わって、まあ舐めないように。そしてトヨタエンジンに使う最高のパーツ調達にはやっぱここじゃなきゃ。86のエンジンの、部品管理をしてくれてます、TRD の倉庫に来てます。すごいですねこの宝の山。そしてここにいらっしゃるのはこの倉庫の管理をしてくれてる矢崎さんですね。あの矢崎さんがこの部品を一生懸命僕のために集めてくれたんですけど、5バルブの、まあ、グループ A 仕様に近いエンジンになるということなんですけども。そうです。いかほど、まあ、これが A109 で使ってたグループ A のエンジンパーツ。何年前ぐらいでしょう。全部経ちますね。あ、こんだけ探すのも大変でしたから。よくありましたね。ピストンですね、はい、これな何が違うんですか。これこれは材質、こう材質単造って言って、はい、こう身が詰まってるピストン。うーん、ノーマルとはそのじゃあ強度が違うんですね。強度が違います、はいはいはい、高回転にも耐えられるし。なるほど。圧縮暇があるように、まあ、なんだって1万回転回しますからね。このぐらいのものないとダメですね、はい、タイミングベルトのプーリーですねこれ、はい、これはバルブタイミングを簡単に変更できるように、はい、これとこれが別体になってます。ここが動くようになって、中がこう動くようになってるんですね、はい、これはね。ノーマルは動かないですよね。固定ですね。もうこれ単体ですよね、はい、さて問題のカム、これは何が違いますか。ノーマルとグループ A のカムで、まずリフト量、あと作用角、はい、バルブの空いてる山ですね、時間が長い、バルブの空くリフト量も高い、はい、ね、この部品で5バルブのグループ A 仕様のエンジンを86に乗せたいと思います。では伝票にサインください。何ですかこれ。あーもうこれおさおさお来たよ部品。どれよ。来たよ。もう宝の山だってあそこは。どこで買ってきたのよ。ギアルティ。バカ野郎お前、人の名前で買ってきただろお前。いや知らないよ俺。伝票来てんだようちにはよ。何これ違うんじゃん、なんか違うやつでしょ。負けたことやりやがっておめえ。何よ。舐めたやつでしょこいつ。人の名前で買ってきたんだよ部品は。本当にこんな買ってきちゃったの。まあね。まあねじゃないよお前。これ1個いくらするか知ってんの。うん、大したことないんです。銀座5回はいけるよこれで。そうですか。それぐらい高いんだよこれ。まあいいじゃないですか。もう究極の86ですから。まあとりあえずこれだけ部品があるっていうことは、はい、コンピューターはモーテックを使って、ね、制御させる。モーテック使っちゃうんですからね。モーテックです。もうこれですからね、はい、スペシャルパーツの意味が果たしてアキラ出世払いで払えるのか。さあいよいよ心臓部。寒いね。加工出すよ加工。何加工って。ヘッド面検して圧縮比を変えて、まあ、あとこの燃焼室をちょっと加工してデトネーションを抑えるだとかっていう、まあ、そういう加工をする。でギリギリまでちょっと圧縮上げてみるから、バリバリに。壊れない大丈夫。加工といえば大丈夫よ。加工といえば透明。 あとこれ純蔵さんにやってもらう。幻の職人。幻の職人の彼の勝手なお願いを聞いてくれたのはなんとこの方。このヘッドはいい方ですか。ええ、歪みもなく、程度はいい、
きでヘドリーってよかったね。やっちまっても大丈夫ってことね。もう選ぶ人は持ち主がいいからやっぱりな。デドデドデってやってるわ。なんだ本当に。カメラさん邪魔だよほら。それぐらいしかやるんだ。邪魔邪魔。こんな暮れの忙しい時にさ。お、なんか綺麗に仕上がってるよさ。完成よ。完成？もうおしまい？ヘッドメイク。もう終わっちゃったの？ヘッドメイク終了。はい。はい、できました。あ、完成です。ほら。なんかありがとうございます。見てくださいこの。これすごいな、綺麗だな、もう。上がりを。もったいないのこれ、なんか床の間に飾っときといいぐらいだね。そうしよう、ね、床の間に飾っとこう。じゃ冗談だよそれで。終わろう。冗談だってたまにはこのコーナーの本題やろうか。なんだっけ本題。本題、正しい工具の使い方。素晴らしい86の作り方じゃなくて、違うよお前、レーシングエンジン作るとか車作るとかっていうのはもうそれ違うとこなんだから。基本的に車っていうのはこういう規格ボルト、ナット、締め付けトルクってのは書いてないよ。基本的には決まってるの。締めすぎてもいけないし、緩く締めてもいけないというのがありますから、まあ、こういうものを参考にしながらきちんとトルクを管理して締めていくっていうのは、これが一番重要な、基本的なトルクレンチの使い方。まあこのトルクレンチの場合ですね、1キロから10キロまでの間のトルクを管理できるというやつですね。でまあどうやって使うかっていうと、ここのレバーを下に引きながら回していく。そうすることによってトルクがどんどん増えてきます。6キロ。本当に6キロかよ、うん、6キロダメ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 。なになになに、こういうものを締めるときは真ん中から外側に締めていかなきゃいけないの、うん、じゃあここ真ん中締めたらこっち、うん、ここ締めたらここ、はい、ここが回ったらこっち、うん、っていう順番でやったの。ここから締めていけばいいね。6キロ。ただいきなり6キロで締めちゃいけない。何よ、まったくもう回りくどい人だね。もうね、こういうのは難しいんだよ。最初から言ってよ、もう。もうさっき手でこう、最初1回目手で締めたろ、こうやって。締めた締めた。次軽く締めたでしょ、うん、で、いきなり6キロで締めて、ここ6キロで締めても、ここはこう今ほとんどかかってないわけだ、テンション。まあ確かに。だからこれ最初に3キロぐらい、だいたい半分ぐらいの容量、だいたい2回から3回に分けて締めていくのが一番理想的な形、うん、だとりあえず3キロ、そこからスタートしましょう。このカチンカチンがなぜか気持ちいいんだな。これで基本的には入ってるよ。もうピストン入ってる。これがねパワーの源だから。そう、大事なね。大事だよ、ここが一番大事だよ。究極の86。そう、それにしても助っ人来ないね。助っ人ね、ハガキで応募してる。みんな来てくれないと困っちゃうよ。そしてピカピカに磨いたヘッドに高回転でも確実な給排気をさせるスペシャルバルブとスプリングを組んで、いよいよシリンダーと合体。珍しく真面目な顔をしているアキラにヒラピーも寂しそう。よし、できたよ。さあ終了。何が終了だよ。ベンチベンチ。ちゃんとお前クリアランス取ってくれる。何よこの扇クリアランス。扇みたいな、何これ。シックネスゲージっていう道具で全部このリフターとカムの間の隙間を全部測ってください。なんかアメリカの CBS のマークさ、ね、これね全部ね、これカラーだったらもういいかもしれない。いくらいい部品を使っても調整がちゃんとできてないとパワー半減だぞ。随分広いね、うん、あバラバラですね。オリンピック選手みたいに。うん、これシム調整必要ですから、はい、もう一回バラして中のシム全部やり直し。数字バラバラだから。もしかしてこれ全部合わせるんですか。そう、もう一回バラしてね。またバラすの。そして1週間後。何嬉しそうな顔してんだお前よ。いやー、念願のねスペシャルエンジンが出来上がったんで。できたよお前、素晴らしいですね。もう俺はね、もうこれ嬉しくないよ。なんでこれから解放されると思う。何言ってんの、まだダメだよ。車が死に立つまで火入れよ、火。マソマソ、まあ、とりあえずね、かかるかかかんないかね。バンと、はい、かかるよ。はい、さあ席の一瞬、はい、それじゃあかけてみたい。スタートボタンを押してください。それ それです。わかったわかったよ。あと回転にします。素晴らしいですね。1300回転。さあいよいよセッティング。各回転数で一定の負荷をかけ、一番パワーが出る年長を探し、モーテックに記憶させるのだ。これを500回転おきに1万回転までやるから結構大変なんだよな。その下は4000の下、
この頃ってマックスパワー何回出てるの？ 8500 ぐらい。いや、もっと上だ。さあ、できました。はい、完成です。もうまあね、モーテックのコンピューター使って燃料もタイミングも全部合わせたから、はい、とりあえずすごいですね、皆さん。このパワー8000回転217馬力、もうバッチリでしょ。あとはもう車乗せるだけ。おっさんもやればできんだね。もうあと車乗せれば。まあ、でもモーテックのコンピューターがいいからってのもあるけどね。もうこれで俺は解放されると思うともう嬉しいよ。何言ってんのよ。あとは乗せるだけですから、ね、これ車に乗せなきゃダメだよ。あ、乗せれば俺だから。じゃあそれでちゃんとテストも行かなきゃいけない。というわけで217馬力 OK です。